はい、皆さんこんにちは。今日は2021年11月の2日火曜日でございます。さあ、南紀1号については2両編成で、向かっております。本当にこの姿をですね、去年の11月1日の時に見た時にはちょっと本当に衝撃が走りましたが、かなり見慣れてまいりました。さあ、そんなわけで今日もですね、シリーズキハ85系南紀&キダスタートでございます。よろしくお願いいたします。この南紀1号の姿が終わりましたら、次は名古屋車両区でございます。あそこはね、昔の緑のグリーンがあるところが八田駅だったんですね。移動しましたね、国鉄時代の八田駅。さあ、ここにキハ85の12とキハ85の201が止められております。今後どうなるんでしょうか。さあ、この辺りもね、だいぶね、あのキロハ84が消えてしまいましたからね。で、ここに1両キロハ84、多分奇数車がありますか、ちょっと何か分かりません。さあ、電車群がありまして、こちらもね、313の1300万台ですね。飛騨7号編成と南紀3号編成、これはですね、後ほど、入線シーン等々と、ね、車番取ってありますので、そちらでご確認をください。今日も天気いいですね。飛騨号、飛騨古川行きです。本来では11番線に行く予定だったんですが、ちょっと時間の都合上ちょっとまずいかなというところでこちらから取ったんですけど、ね、結局はね、余裕で間に合いましたね。この飛騨が出発してる時に南紀が入ってくる、こんな姿が見られるのも名古屋駅ならではの光景だと思っております。ちょうど運転席のあたりがちょっと挟んでるぐらいでしょうかね。ちょっとね、そんな感じでございます。出発する列車と停車する列車のね、面白い光景が見られました。さあ、この南紀2号については昨日の1号編成でございます。列車番はそちらでバッチしております。さあ、続いて南紀3号の編成をね、ちょっと見ていきましょう。南紀3号については先ほどね、ちらっと見ましたが3両編成でございます。さあ、本日の2両、また2号のね、編成がそのまま3号に使われていますというね、これも、動画を見ていきますと、これで照明ができるという形でございます。さあ、南紀3号が入ってまいりました。はい、ご覧になります12番線、13番線何でもこの走りの辺りですね。さあ、こちらの車両は1994が使われているですね、あのリアチャイム車両というようなところでしょうか。はい、隣はね、中央本線の立ち行きですね。こちらと並んで、こちら南紀3号の時はね、向こうが12級の、列車がありますので、これに並んでしまいます。さあ、南紀3号が行きまして、次はですね、飛騨7号ですね。これの撮影をしてあります。飛騨7号についてはですね、先週の金曜日に撮ったこの編成と全く同じ編成で構成されております。高山編成、富山編成、どちらもね、変わらず先週の金曜日と全く同じ編成でございますね。まあ、サイクルを考えれば当然なんですけども、こういうふうな、ね、巡り合わせがまたね、あの中の偶然なのかというところでございます。本日も6両編成ですね。さあ、このテロップの流れ終わりますと、ギターが入ってきました。さあ、車番チェックしていきましょう。これもですね、先週の金曜日と全く同じ編成でございますので、ね、ここは1103でしたね。こちらが1104というところで、続いてはですね、あと
田2号ですね、名古屋駅の回送列車でございます。これはですね、日曜日の、ね、日田5号の、ね、列車でございます。これがね、巡り巡って来ておりました。ちょっと確認したかったのは、この、ね、1111を、ね、発見とか確認したかったということと、ちょっとね、これがね、間違いでしたね。2班8号の13でした。10月30日の動画で、2班8号の13と書いてありますので、ね、ちょっとね、提案させていただきます。さあ、そのところで、ね、終了でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、またまたぜひお願いいたします。それでは、さよなら。